大西健介君、大西君。立憲民主党の大西健介です。よろしくお願いします。東京、大阪に出されていた緊急事態宣言が延長になり、私の地元の愛知県にもですね、緊急事態宣言が発令されました。愛知に緊急事態宣言が出ることが決まったのがですね、5月6日のことでありますけれども、その日のちょうど夕方4時ごろだったと思いますけれども、大村知事はですね、会見で、まん延防止等重点措置の延長と、名古屋だけだった対象地域、尾張地域に、拡大をするというようなことを表明されていたんですけれども、ほんの数時間後にですね、突如として愛知も緊急事態宣言だということになりました。県の職員なんかもですね、まん延防止等重点措置の延長ということで、もうビラを用意したりとか、自治体に連絡をしたりとかしていて、県職員もですね、寝耳に水で報道でしたというふうに言ってるんですけれども、我々もちょっと外から見てて、これ、国と県のこのコミュニケーションって大丈夫なのかなというふうに思ったんですが、この背景というのを、ちょっと西村大臣からご説明いただきたいと思います。西村大臣。お答え申し上げます。愛知県の大村知事はじめですね、それぞれの知事と本当に頻繁に、特に感染拡大している地域の知事とは1日何回もやり取りもしております。大村知事ともですね、連休中から連休明けにかけて、何度もやり取りをし、また、強い危機感、愛知、特に名古屋を中心にですね、感染が広がっているということで、強い危機感を持って、対応してきたところでありますけれども、まん延防止等重点措置もですね、5月11日までとなっておりましたが、それで、もって対策を緩める状況にないという認識で一致をしていたところであります。でその下で、6月6日昼ごろだったと思いますけれども、大村知事より延長ということで考えているというお電話をいただいております。他方ですね、知事とこういう形で状況を共有しながらでありますが、知事からの要請の中身、さまざまありますので、それにかかわらず、国として専門家の意見を聞きながら、最終的に判断をしていっているところであります。まさに全体の中でいくつかの指標がステージ4であり、新規陽性者数が増えていること、変異株が7割になってきた、このあたり、知事とも共有をしてきたところでありますが、この日、何度かやり取りをして、私どもの専門家の意見も非常に厳しいということもお伝えをしながら、最終的に知事に、ちょっとどの時点で申し上げたか、何回かやり取りしてるんで、私も正確な記憶はないんですけれども、知事もこの強い危機感を持っておられますので、ご理解をいただいたというふうに理解をしております。その後、5月12日に679名、13日の624名ということで、非常に高い数字になっておりますので、引き続き知事と連携しながら、感染拡大を抑えていければと考えております。大西君。ちょっと地元メディアの報道ではですね、西村大臣から7日の朝まで言わないでくれって言われてから、言わなかったんだみたいな話が出てるんですけど、そうすると6日のこの記者会見でね、まん延防止等重点措置の延長って言ってて、その数時間後にっていうことになると、やっぱ逆に混乱するんで、そこら辺ちょっと上手にもっと やれないのかなというふうに思うんですけど、いかがですか。西村大臣。おそらく7日の朝までと、私が申し上げたか、事務的に申し上げたかあれなんですけれども、一般的に公表されるタイミングが、分科会が開かれる時間に公表がされますので、その時間のことを多分連絡をしたんだと思いますけれども、ただ、まん延防止重点措置の延長であれ、緊急事態であれ、当然、市町村なり事業者ともやり取りは必要ですので、ある程度のもちろんそういった調整、あるいはこういった方向で進んでいるということのお話は当然していただくことはあり得ると思っております。大西君。とにかく混乱しないようにですね、やっていただきたいなというふうに思います。あと、この緊急事態宣言が愛知にも出たことで、終日お酒類が提供できないということで、事実上の禁酒令だと、飲食店の皆さんからそういう声があるわけですけれども、私も先日、地元でですね、ある居酒屋の経営者の方とお話しする機会があったんですが、その方が言ってたのは、検温、手指消毒、アクリル板の設置、あるいは空気清浄機の設置、座席の間隔を取るとか、やれること全部やってきたと、で時短要請と今までいろんなことについてもちゃんと従ってきたと、ところがですね、もう一方で、感染防止対策全くやってない店もあって、あるいは時短要請なんか全然守ってなくて、そっちの店の方が繁盛してしまっていると、もう限界だというようなお声がありました。で一方でですね、政府は、感染症対策やればですね、しっかりやればオリンピックはできるんだと言っておられます。その理屈に立てばですね、
ちゃんと感染症対策をやってるんだったらば、まあ、時短とかは必要かもしれませんが、一定の範囲でのですね、酒類の提供も含めた営業を飲食店にもそのちゃんとやってるところとやってないところを区別してやらせるということも私はあり得るんじゃないかと、いわゆるあの山梨モデルという感染症対策が守られているかというのを現地でしっかり確認した上で認証のお墨付きを与えて、そこのメリハリをつけるというやり方があると思うんですけれども、このことについて西村大臣のご見解を伺いたいと思います。西村大臣。あのご指摘のように、時短の要請、あるいはお酒、カラオケ、そういったものを提供しないようにということの要請も行っている中でですね、多くの事業者の皆さんにあのご協力いただいて、改めて感謝申し上げたいというふうに思いますし、そうした中でなかなか応じていただけない店、あるいは感染症対策やって、丁寧にやっている店とやっていない店、あるということを、あの私どももいろんな形で、それぞれの県からも伺っているところであります。その上でご指摘のような山梨モデルをはじめとして先進的にこの認証の仕組みを入れている都道府県のそうした取り組みを参考にしながらですね、4月30日に全都道府県に対しましてこうした認証制度の導入について私も内閣官房と厚労省、農水省連名で発出をいたしまして、自分たちで独自にやっているというだけではなくてしっかりと第三者の認証を入れていく、この仕組みを導入することとしたところであります。あの事務費も地方創生臨時交付金の中で、そうした徹底をしていく費用もあの見ているところであります。その上でご指摘のようにですね、アクリル板とか換気とか含めて徹底しておられるお店に対してどういうふうな、まあ、あのプラスのインセンティブ、まあ、インセンティブを与えていくのか、あるいは対策上何かこう差をつけていくのか、こういったことですね、まさに変異株という感染力が強い、この変異株の感染状況、これ、今、スーパーコンピューターなども使ってですね、今までの対策で十分なのかどうかも含めて検証を進めているところでありますので、そういった分析も踏まえながら、今後ですね、適切にやっぱり守っている店にプラスになるようなやり方、どういうものがありるのか、検討していきたいというふうに考えております。小西君。まあ、とにかく正直者がバカを見ないというか、ちゃんと守っているところが大変で、守っていないところに客がたくさん いるというのはですね、これはもう本当にやりきれないと思いますので、そこはよく考えていただきたいなというふうに思います。で、緊急事態宣言についてはですね、休業要請との線引きが曖昧、前はこれはまん延防止の時でしたけど、こう駅の北側と南側でみたいな、この場でも大臣と議論させていただきましたけれども、今回特措法で同じ劇場等に区分されている、施設の中で映画館とプラネタリウムは休業しなければならないと、でむしろ逆じゃないかと、飛沫が役者の飛沫が飛ぶですね、劇場はいいのに黙って見るですね、映画、まあ、今映画は普通に前の時も、まあ、飲食ポップコーンとか、その飲食は禁止になっているので、黙って見る分にはそっちは安全じゃないかと、で、まあ、人流を抑えるっていうんだったらなぜじゃあ劇場は営業できるのかと、ここにまあ合理的な説明をしっかりやるべきではないかという声がありますが、西村大臣いかがでしょうか。西村大臣。私どもまず国の基本的対処方針におきましてはですね、イベントについては5000人 50%、 ご指摘の商業施設などにつきましては、8時までの時短を お願いするという、まあ映画館の場合は50%、そして21時までということになっていると思いますけれども、50%、5000人、21時までということで、対象しにしているところでありますが、その上で、感染状況に応じてですね、特に東京、大阪は厳しいということで、知事の判断でこれまでやっていたような措置を継続してできるというふうにしております。その中でご指摘の映画館、プラネタリウムなどについてですね、東京都の判断で、休業要請ということがなされているところであります。私どもも何度かやり取りもしながら、都としてそういうふうに取り組むということでありますので、最終的には都の判断でございます。従いまして事業者の皆さんには都知事の要請に踏まえた対応をお願いしたいと思いますが、その中でですね、やっぱり事業者の理解を得なきゃいけませんので、東京都がそういう形で判断をして上乗せをしている措置についてはですね、事業者の皆さんに丁寧にご説明いただいて理解をいただけるように取り組んでいただければというふうに考えているところであります。小西君。要は相当厳しいこの措置をお願いする以上はですね、それに従っていただく合理的な説明が必要だと思うんですが、
今日の理事会で配布された資料によるとですね、そのクラスターの発生の中で、その劇場はクラスター発生してます、工業施設も。ところがですね、映画館で このクラスターが発生してないんですよ。だからまさに映画館としてはですね、我々何にも発生もしてないし、で、その黙って見るのに、なんで私たちがっていう話だと思うんで、そこは都の判断だからっていう話じゃなくて、ちゃんと合理的な説明が必要じゃないんですか。以上。西村大臣。5月の前半の大型連休の時はですね、これはもう人々の活動が活発になる、例年活発になる時期ですので、人と人との接触を減らす、人流を減らすということ、これはこの変異株の急速な拡大があるものですが、それを抑えるためにはそれが必要だということで、多くの施設を休業要請という形で、させていただきました。いわば感染防止策を徹底してクラスターが出ていない、そうした施設であっても、そうした取り組みであっても、もうこれは抑えて、そういったことも自粛していただかないと、感染が収まらないという判断で、そのようにさせていただきました。で、大型連休の後はですね、通常のペースにも生活モードに戻る中で、一定のベースラインを決めた上で、それぞれの知事の判断で、対応できるということにしておりますので、ご指摘のように、映画館の場合はクラスターも出てないということで、私どももそういった説明も都との間でもやり取りさまざまさせていただいてますが、最終的に都の判断で、そういうことを判断されてますから、これは事業者の皆さんに対してもですね、丁寧に説明をしてもらえればというふうに考えております。大西君。やっぱりそれは都の判断で済ませる話じゃなくて、まさに、特措法に基づいてですね、本当に非常に、不利益を被っていただくということですから、これはちゃんと国としてしっかり基準を示さないと、曖昧だと結局、その従ってもらえないことにつながっていくんだと思います。で、同じような話っていくつかあってですね、同じように声を出さない美術館とか博物館は、これも都の判断ということですけど、休業していて、でも、ジェットコースターとかですね、絶叫でこう、ばーっと飛沫が飛ぶような、そういう遊園地は、もちろん観客減らしてということですけれども、営業できると。あるいはもう本当によく分からないのは、例えば本屋が営業できて、古本屋はだめだとかですね、本当によく分からないということなんですけど、この辺は合わせていかがですか。西村大臣。いずれもですね、私どもの、対処方針では、ベースとなる基本的な対策、必要な対策を定めておりまして、それよりも、いわば上乗せしてですね、厳しい要請を行っているという状況であります。そのあたりの判断、都知事の判断、都の判断でされておりますので、都としてですね、どういう判断で、そういう対策を要請を行っているのかですね、このことについては東京都において丁寧にご説明をいただければというふうに考えております。ただいずれの場合も、事業者の皆さんには応じていただけるように、さまざまな支援策、国としても用意をいたしておりますので、今後も都と連携しながら対応していきたいというふうに考えております。最終的に都知事との判断で、さまざまな、これは法律上も裁量を知事に認められておりますので、知事の判断でなされることについては、丁寧に説明をいただいて、ご理解いただけるようにしていただければというふうに思います。小西君。最終的に都の判断ということでありますけれども、やっぱりしっかり西村大臣も、じゃあ小池知事とですね、しっかりお話をいただいて、やっぱり先ほども言いましたけれども、結局従ってもらえるか従ってもらえないかは納得感の問題だと思うんですけど、やっぱり合理的な理由がに疑問符がつくようでは納得感得られないというふうに思いますので、そこはぜひお願いしたいと思います。西村大臣、ここまで結構です。どうぞ。次にワクチンについてお聞きしたいというふうに思いますが、河野大臣は12日の夜の民放の番組でですね、高齢者のワクチン接種に予約が殺到している事態について、効率性より住民の平等性を重んじる自治体が多かった、これは完全に僕の失敗だというふうに発言をされました。この自ら非を認めてですね、謝罪する姿勢には私は敬意を表します。であるならばなんですが、11日の閣議後記者会見の中でですね、気長にお待ちいただきたいというような発言をされているんですが、これも撤回されてはいかがでしょうか。予約窓口に徹夜の列ができるとか、電話回線がパンクするとか、あるいは自治体にですね、俺だけ打ってくれと、そういう無理を言う人が出てくるとか、ひとえにワクチン接種がこれ遅れてるからであって、気長に待ってくれというのはですね、
ワクチン接種を一日先週の思いで、待っている国民の感情を逆なでする発言だと思いますが、いかがでしょうか。河野大臣。3600万人に打っていただくわけですから、これは1日では打てません、1週間でも打てません、おそらく7月の第1週ぐらいまで、1回目の接種をお待ちいただかなければならないわけですから、そこは気長にお待ちいただかなければなりません。大西君。今の発言は再び気長にお待ちくださいというこの国会の場で再び言われたということですけど、やっぱり私はそれはおかしいと思いますよ。趣旨は分かります、趣旨は分かりますから、私だったらですね、ワクチン接種を遅れていて大変申し訳ないと、十分な量は確保しているので焦らなくても大丈夫ですよと、こう言えば全く問題ないわけです。ところが気長に待ってくれって、誰のせいで待たされてるんだよというのが国民の感情じゃないかと思いますけれども、これは撤回されないということでしょうか。河野大臣。必要なら何回でも申し上げますが、ワクチンを1日で3600万人打てないということは、多くの国民の皆様にご理解をいただけると思います。森内君。私は本当に繰り返して言いますけど、先ほど大臣が別の部分で、ね、謝罪をされたことは、これ、非常に素晴らしいなと思ってますし、今言ったように表現の問題として、ね、やっぱりわざわざそんな感情を逆なでするようなことを言う必要ないです。確かに量は十分確保してますから、ご心配いりませんよというメッセージは、大臣が伝えたかったら、それは正しいと思いますけれども、よく考えていただきたいなというふうに思います。次に大規模接種についてお聞きしたいと思いますが、まず防衛省に確認します。1日あたり東京で1万人、大阪で5000人という数字はですね、これは防衛省自衛隊自身が弾いた数字なのか、それともどこから降ってきた、例えば官邸から降ってきた数字なのか、どちらなのか、これ、明確に副大臣からお答えいただきたいと思います。中山防衛副大臣。東京、大阪の大規模接種センターにおきまして、どれほどのワクチン接種を実施可能か見積もるにあたっては、ワクチン接種にあたる医官や看護官等の数だけでなく、問診や接種等に要する時間、経過観察場の収容能力といった地籍の観点など、さまざまな要素が影響をいたします。こうした要素を分析、検討し、医官も参加した実地の綿密なシミュレーションを行いました結果、防衛省の想定した条件どおりに、正々と接種が行われると仮定をさせていただければ、東京会場においては、1日あたり最大約1万人、大阪会場におきましては、1日あたり最大約5000人の方に接種可能な能力を提供できると、かように見積もっております。森内君。再度確認ですけど、じゃあ、これは防衛省自身が弾いた数字であって、官邸から1万人ってまず上から言われた話ではないという話ですね。中山防衛副大臣。繰り返しになりますけれども、私ども防衛省の方でですね、はい、能力を提供するという形で、こちらの方からお話を申し上げております。大西君。先ほどその見積もりの話を少し答弁されましたけれども、例えばざっと計算するとですね、1万人接種すると考えたら、8時から、夜の8時までで13時間あります。1万を割り算すると、1時間770人打たなきゃいけない。で、1人接種するに、例えば5分というふうに仮定した場合に、1箇所で60分ですから12人。そうすると、770を12で割ると、64箇所、1つの会場64箇所こう打たなきゃいけないと。いうことになります。加えて先ほどちょっとご答弁の中にあったように問診とかですね、看護助手とか交代要員とか必要になるんで、じゃあ1万人接種するためには医師看護師それから会場運営のスタッフ何人必要と見積もっているのか、これは事務方からでいいのでご答弁いただきたいと思います。防衛省シーバー衛生官。お答えさせていただきます。今般自衛隊東京大規模接種センターにおきましては、自衛隊の医官約50名および看護官等約130名並びに民間看護師約110名を、また自衛隊大阪大規模接種センターにおきましては、自衛隊の医官約30名および看護官等約70名並びに民間看護師約90名をそれぞれ配置いたしまして、ワクチン接種に当たることとしております。その上で今般の自衛隊大規模接種センターの運営に際しまして、医官による予診でございますが、これまでのシミュレーションから約2分を要すると想定しております。
この計算通りならば、医官1人当たり1時間に約30名の方の予診が実施できることとなるわけでございます。このシミュレーションをもとに、現時点で考えている東京、大阪両会場におきまして、1日当たりの予診に当たる医官の人数を当てはめて計算した場合、東京会場では約最大1日当たり約1万人に、大阪会場では約5000人にワクチンを接種できる能力を提供できると考えているところでございます。ただし、これらはあくまでも接種可能な能力でございまして、例えば常用薬がある方や、過去にアレルギー症状を呈した方などにつきましては、医官による予診の際により丁寧なやり取りが必要になると考えていることから、あくまでも接種可能な最大値であると考えております。いずれにしろ、東京、大阪に配置する医官、看護官等が、安全かつ効率に接種を実施できる環境を整備し、より多くの方にワクチンを届けられるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。大西君。まあ、今、一定のその見積もりの内容が示されたわけですけれども、ただ自衛隊の医官とか看護官というのはですね、全国にそれぞれ1000人程度いると聞いてますけれども、各地の自衛隊病院に普通は勤務していると、で通常業務とか部隊運営に影響を与えない範囲で、まあ、出せる人数というのはおのずと限りがあるというふうに思います。でそこでですね、こうやってこう、まあ、ある種、自衛隊にやってくれって丸投げされてもですね、まあ、自衛隊だけではなかなか難しいということで、実は、看護師の派遣とか接種会場の運営、設営や運営のロジをですね、外部委託しています。今日皆さんのお手元に資料を配布をさせていただいてますが、これ、東京会場については、日本旅行が約19億4900万円で、大阪会場については、東部トップツアーズが9億6554万円、それから看護師200名の派遣については、人材派遣のキャリアという会社が約7億6377万円で、まあ、それぞれ受託をされています。さらにですね、もう少しめくっていただくと、最後の2枚ですけれども、これ、私はネットで探してきたものですけれども、インターネット上にあるこれ、求人広告です。千代田区ワクチン接種会場での受付案内、日払い OK、時給1450円、経験不問、未経験 OK、こういうのが出てます。あるいは最後のやつですけれども、急募コロナワクチンに接種に関しての看護師業務、高時給2100円、まあ、こういうのが出てるんですね。で、派遣会社に丸投げするならば、何も国防を担う、先ほども与党の委員からも質問がありましたけれども、自衛隊が本来業務じゃない自衛隊、なんでやらせるんだと、国防を担う自衛隊にやらせなくても、別に厚労省やほかにやらせればいいんじゃないでしょうか、どうせ丸投げするんだから。で、また、なぜ会場の路地の委託先が旅行会社なのか。受託した旅行会社は、こうやってネットにあるようにね、共に派遣会社に再委託しているわけです。それだったら結局、中抜きさせてるだけじゃないかという、こういう見方もありますけれども、これについては、副大臣、いかがでしょうか。中山防衛副大臣。4月27日、菅総理からのご指示を受けまして、防衛省自衛隊におきましては、東京都および大阪府に設置する大規模接種センターの運営に向けまして、必要な準備を速やかに進めているところであります。国として新型コロナウイルスワクチンの国民の皆様への接種を速やかに進めるために、自衛隊はワクチン接種に専念をさせていただくと、ワクチン接種を支える受付、案内、予約、また接種記録の管理などの周辺業務につきましては、できるだけ民間役務を活用することが効率的であると、かように考えてございます。センターの運営にあたりましては、防衛省、自衛隊の能力を可能な限り活用させていただくとともに、民間に委託することができる業務につきましては、民間の力を積極的に活用をさせていただいて、より早期にワクチンの接種が行えるように取り組んでまいりたいと、そのような形で準備を進めさせていただいてもらっています。森内君。先ほど与党の委員からもあったように、防衛費を使ってやるんですよね。で、防衛費を使ってやるのに、結局この路地のところとはいえね、旅行会社に委託して、その旅行会社はまた再委託してるわけですよ。結局そこで、中抜きしてるわけですよ。防衛費がそんなふうな使われ方して、副大臣、いいと思いますか。中山副大臣。
国民の皆様方にはさまざまなご意見があると思います。また私どもの方もですね、今大西先生から賜ったようなご指摘を踏まえまして、しっかりと国民の皆様方にご理解をいただけるように丁寧に説明に尽くしていきたいとかように思います。大西君、中山副大臣にせっかく来ていただいているので合わせてちょっとお聞きしたいと思うんですが、副大臣がツイッターでですね、このイスラエルとパレスチナの衝突が今非常に激化していると、これについて私たちの心はイスラエルと共にありますという投稿をされました。で、まあ、これについてはですね、日本政府は、この暴力の応酬を、やめるべきだと、これは、それぞれに自制を求めていて、まあ、中立的な立場を取っていると、これが日本政府の立場だと思いますが、まあ、このことについて指摘を副大臣受けられて、まあ、これは個人の見解だからということで、今もまだこれ削除されてないと思いますが、私は個人の見解を言われるのは結構ですけれども、今、このさっきの大規模接種の話も含めてね、非常に政府の重要な職責を担っておられる方が、いくら個人の見解だからと言って出すとですね、これは非常に誤解を招くと思うので、どうしても個人の見解を貫かれたいというのであれば、職を辞してそれを貫かれれば結構ですし、やはり今の職責をしっかり全うしていただくためには、これはまあ個人の見解は見解としてお持ちになるのは結構ですけれども、一旦これは削除されるのがよろしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。中山防衛副大臣。ご指摘いただきましてありがとうございます。ご指摘のツイッターといいますのは、これあくまでも一政治家としての見解を申し述べさせていただいたものでありまして、公安調査庁の国際テロリズム要覧というのがございます。この要覧におきましては、国際テロ組織に挙げられておりますのが、我が国がテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象としているハマスであります。このハマスがエルサレムを攻撃したとの声明を発出したことを踏まえまして、こうしたテロ行為というのは行うべきではないという趣旨で私は発信をさせていただいた次第であります。いずれにしましても、私は暴力行為はいかなる理由によっても正当化できないとかように考えております。またイスラエル・パレスチナ両当事者の抱える問題は、これ暴力によって解決されるものでは決してなく、すべての関係者が最大限の自制を持って事態のさらなるエスカレートを回避すべきだとかように考えてございます。この点、政府の見解と私の立場は同じくしている、同様であるということを申し上げておきたいかように思います。テロに屈するわけには参らないというふうに思っています。小西君、先ほど個人のツイッターは個人のものだからという話がありましたけれども、例えば、トランプ前大統領なんかもツイッターでバン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 発言していることが世界を動かしているわけですから、それはやっぱり副大臣がみんなが見れるようなですね、そういう SNS で発言されたことというのはどのように受け取られるかということはしっかりこれはお考えになってですね、これは私行動すべきだと思います。ちょっと時間ありませんので、ちょっと、ここまでにして最後、在外邦人の対応について鷲尾副大臣に来ていただいてますのでお聞きしたいと思いますけれども、私は海外で日本で承認されたワクチンが打てない人をしっかり、支援すべきだということを前にも予算委員会で言ったんですけれども、政府の方でも一時帰国して、住民票がない方々に対してですね、空港でワクチン接種を検討しているというふうにお聞きしています。これぜひやっていただきたいと思います。ただ駐在員とか留学生とかその家族が帰ってくるこの夏休みにぜひ間に合わせるべきだと思いますし、また、接種を受ける在外邦人の人数もうアメリカとかで打っちゃったみたいな人もいると思うんですね。じゃあ何人と見込んでるのか、またその分のワクチン、これは別枠で確保しなきゃいけないと思うんですけども、どこから持ってくるのか、あるいは打ち手はどうするのか、こういうことをどのように詰めておられるのか、あるいはいつまでに詰めるのか、この辺副大臣に決意も含めてお聞きしたいと思います。鷲尾外務副大臣。海外在留邦人の安心安全確保は外務省の最も重要な責務の一つであります。引き続き世界各国地域において新型コロナが拡大する中で、その重要性はさらに高まっていると存じます。こうした中で、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人は市町村におきまして実施している新型コロナのワクチン接種を受けることができないことから、在留先におけるワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人が一時帰国時に接種を希望する場合に接種を受けられる体制を我が国が責任を持って構築すべく関係省庁において検討を進めているところであります。
現時点で具体的な接種開始時期についてですね、確定的なことを申し上げられる状況にはございませんが、国内におけるワクチン接種の状況や海外在留邦人の状況も踏まえまして準備を進めている最中であります。また接種を受ける人数につきましては、各国において新型コロナのワクチン接種の状況や体制、医療事情、保障制度、日本が承認済みのワクチンの接種の可否等の事情が異なる中で、日本でのワクチン接種を希望する海外在留邦人がどの程度おられるのか、在外交換等を通じまして把握に努めてまいりたいと存じます。委員ご指摘のワクチン と打ち手の確保並びに時期とも含めまして、しっかりと対応してまいりたいと存じます。森内君。何も決まってないのがちょっと残念ですけど、ぜひやっていただきたい。時間来てますので最後に申し上げるだけにとどめますが、インドが大変な状況です。で、帰ってこられる方が72時間以内の PCR 検査と陰性証明を求められているんですけれども、これ、なかなか予約が取れないとか、あるいは所定のフォーマットの証明書が出ないとかですね、あるいは検査を受けてもすぐに結果が出ないと、なかなか陰性証明が取れないという話があります。私はこれ、大使館に PCR 検査機をね、設置して、医官がですね、外務省医官が検査するようなぐらいやるべきだと思いますし、もっと言えば韓国はですね、インドとか変異ウイルスが流行している国、地域からの直行便をもう止めていて、代わりに自国民の保護のためにチャーター便を飛ばしてるんです。私はそれぐらいやるべきだというふうに思いますが、もう時間がないので、答弁していただけます？大丈夫？もう時間が来ておりますので、はい、手を挙げていただきましたが、これは申し上げるだけに止めますが、ぜひですね、それぐらいやってください。だから水際対策は厳しくすると、でも自国民を保護するためにはチャーター便を飛ばすことも辞さないと、あるいはちゃんと PCR 検査だって大使館が責任を持ってやると、これぐらいやっていただきたいということを申し上げて終わります。次に足立康史君。